はい、本日は、僕が持ってる半袖の、私服の紹介したいなというふうに思います。半袖がですね、基本的にこれはノースフェイス以外のもので、ノースフェイスのものはまた動画上げると思うので、またそれ楽しみにしておいてもらいたいんですが、今回ノースフェイス以外で普通の私服で着るやつっていう感じの紹介になります。まずですね、紹介する前に一つだけ僕がいつも意識してることなんですけど、 T シャツって結構その自分の肌の色とか、あとまあ筋肉とか手の長さとかがもう露骨に出るので、同じ T シャツでも着る人が着たら全然似合わんかったり似合ったりとかすることってあると思うので、僕は結構サイズ選びとあと色選びは結構 T シャツに関しては慎重にやってるので、あんまりどこのブランドっていうのは気にしないんですけど、ブランドとかじゃなくて、まあこれやなと思ったのを直感的に買うっていうように形にしてますので、まあその辺の紹介していきたいなと思います。はい、まず一つ目なんですけど、こちらがまずシャツの紹介なんですけど、シャツで、こちらがですね、前以前動画でチラッと着たことあるんですけど、めちゃくちゃ質問をいただいて、どこのブランドなんですかってめっちゃ聞いていただいてたんですけど、僕もはっきり覚えてへんくて、どこで買ったかあんま覚えてないんですけど、なので、その、ブランドもわからへんし、サイズもこれ書いてないので、サイズ何やったかも覚えてないんですけど、値段がだいたい4000円とか5000円ぐらいやったんで、まあ値段帯的にも、まあフーズフーとか、まあそのあたりのセレクトのお店で買ったんじゃないかなというふうに思います。はい。これはもう2年ぐらい前から買ってる、から来てる商品になります。着用度がこちらです。はい、では次はですね、2つ目っていうのがこちらです。こちらの T シャツがですね、アダムエロペっていうセレクトショップのオリジナルの T シャツになるんですけど、まあ、これは僕は竜王のアウトレットで買ったんですけど、まあ、色味がちょっとまあ何ですかね、緑っぽい感じの色味で、触り心地も良かったですし、あとまあサイズ感も結構良かったので、まあ、これを購入して着てるんですけど、基本的に僕夏場結構こういう感じで、今もそうなんですけど結構焼けちゃうので、まあ、そういう時にはこういうのが似合いやすいかなと思って、まあこういう色味を購入して、特にデザインが気に入ってるわけでも何でもないという感じになります。ちなみにこれがもう3年ぐらい前に買ってるので、もう今は販売してないと思うんですけど、アダムエロペで買いました。では着用度がこちらです。では次はですね、ノースフェイスによく行きはる方やったらご存知だと思うんですけど、ナナミカっていうブランドの T シャツで、これはもう毎年定番で出てるアイテムで、クールマックスっていう素材を使ってるんですけど、まあ、この素材っていうのが速乾性があって吸収性もあるっていうところで、まあ、外に行く時とか、まあ、以前とかやったらフリマ行ったりとかした時がそうやったんですけど、まあ、フェスとかそういう外に行く時とかに着とけば、まあ、なんていうんですかね、まあ、速乾性とかもあるし機能的でもあるし、まあ、なおかつまあちょっとこじゃれた感じもあるから、まあ結構使いやすい1枚で、まあ、毎年これは定番で出てるので、まあ、また欲しい方いらっしゃったらナナミカに行きはったら多分おそらくあるとは思うんですけど、僕は確か S サイズを着用してます。まあ、ボーダーなので特に何も気にせずに合わせれると思うので、まあショートパンツもそうですし、こういうデニムとかでも合わせれますし、まあ何でも合わせれる T シャツかなと思います。では着用動画どうぞ。はい、では次はですね、以前最近購入したアイテムでゴールデンウィークで紹介してるんですけど、この MXP の、T シャツになります。でこれが、無臭で結構匂いがつきにくいっていうので、もともと多分下着かなんかやと思うんですけど、僕結構関係なくトップスとして普通に1枚で着ちゃったりして、以前古着のお店に潜入した動画があるんですけど、その時もこれを着てて、で、普通にデニムとこういう感じでパンって合わせるだけっていう感じで着てました。はい、で、まあ、やっぱすごいなと思うのが、匂いが全然なくて、やっぱ無臭なので、これは結構すごいと思いますし、僕の視聴者さんの方でも MXP が気になって、女性の方なんですけど、旦那さんに買いはったら、足の臭い旦那さんが無臭になって帰ってきたって言って喜んではったんで、やっぱりこれはすごい効果があるんやなっていうのを、改めてお話聞いて実感しました。では着用動画こちらです。はい、では次はですね、もうお好きな方だったらパッと見た瞬間分かると思うんですけど、もうこれチャンピオンの T1011 っていうシリーズの T シャツなんですけど、まあ、T シャツにしては少し値段が高くて、確か6000円ちょっとぐらいするんですけど、
まあ、なんでするんかって言ったら、もうこれ全部 US コットンの生地で作られてて、で7オンスっていう結構比較的厚い生地で作られてるので、あの他の T シャツとかに比べると結構生地はがっつり厚くて、まあ、ガンガン丈夫に着れるっていう感じで、まあ僕もこれ2年か3年ぐらい購入したんで、もう色とかも結構薄くなってきとって、ちょっと色がこう剥げ始めてるんですけど、まあそれもかっこいいかなと思って、まあ着てます。はい、こんな感じです。はい、まあ TT11 はあのアメカジを好きな方とかやったらもうご存知だと思うんですけど、まあ僕は TT11、まあかっこいいなと思うんですけど、まあサイズがあんまりこうゆったりしたサイズが好きじゃないので、T11 やのに結構細めに着てるっていう感じなので、まあ、これ多分お好きな方からしたら邪道やと思うんですけど、あくまであの我流で着てるという感じです。ではどうぞ。はい、次はですね、ライトニングボルトって言って、サーフ系のブランドになるんですけど、こんな感じのバックプリントがあって、まあ、表はこんな感じのポケットティーっていう感じで、まあ、比較的あの柔らかい着心地で、まあ、さらっと着るような感じで、まあ、サーフィンの時とかに合うんかなっていう感じでは着てるんですけど、以前この水着を紹介したことがあるんですけど、この水着と全く同じブランドで、まあ、こういうちょっとレトロな感じの、まあ、サーフ系の、ブランドっていう感じになってます。もうこれも着用してもうだいたい4年ぐらい経ってるので、まあ、結構いい感じに味も出てきてますし、もう多分おそらく販売はしないと思うんですけど、アメリカのサイズっていうことなんで、僕はこれ S サイズで着用してるという感じになります。はい、ではどうぞ。はい、ではですね、次は僕がよく着ているんですけど、このラコステの L1212 っていう形のポロシャツになるんですけど、まあ唯一僕が持ってるポロシャツっていう感じで、やっぱり大人になってくるとこう襟付きが必要になるシーンって結構あったりして、学生時代は全然 T シャツだけでよかったんですけど、まあちょっとこう小綺麗なとこに行くとか、まあ、デートするとか、あとこう大事な人と会うとかってなった時に、あと目上の人と会うってなった時に、まあやっぱ T シャツじゃちょっと厳しいかなっていう時に、まあこれやったら襟付いてるだけで、まあ、あとはもうほとんど、なんていうんですかね、普通に面ですし、まあ、結構気軽にパンって切れて、まあ、その割には結構しっかりしてるから、まあ、大人の場でも切れるっていう感じです。で、まあ、なんでこのラコステやねんっていう話になったら、やっぱりラコステって、で丈夫で何年着てもこうやっぱへたりにくかったりとかするので、僕はどっちかというと長くものを着たいので、これがもともと定価が1万3000円とか2000円ぐらいでちょっと高いんですけど、僕は着用してからもう3年ぐらいになってるんですけど、全然よれることなく全然ガンガンまだまだ着れる感じですし、まあネイビーなんでほんまにこういったデニムとも合わせれますし、あと例えばグレーのスラックスでもいけるし、まあ、ブラックのパンツでもいけるし、まあ、スーツの下でも合わせれるし、もう何でも合わせれるんで、僕はネイビーを購入したっていう感じになります。まあ、よくポロシャツとかやったらフランスカラーって言われたりして、ネイビー、白、レッド、この3色持ってたら使い回せるっていうのはよく言われたりするんですけど、まあ、僕は白はやっぱり汚れちゃうので長く着れないなと思って、まあ、白はやめて、で赤はやっぱり派手なので、僕特にやっぱ日焼けするので、日焼けして赤色ってだいぶこうチャラく見えるので、僕はちょっと敬遠してるっていう感じで、まあ、ネイビーをまず買ったっていう感じになってますが、まあ、近々また色違いを購入したいなというふうには思ってます。はい、ではどうぞ。はい、ではですね、次はですね、こちらのデニム地の T シャツになってて、こちらがですね、もう本当にこれも4年5年ぐらい着てるって結構ガンガン着てるんですけど、まあ、綿100で本当にデニムと同じような感じで、着れば着るだけ、洗えば洗うだけ、あの色がこう抜けていくような感じになってて、まあ、見てもらったらこういう当たりが出てて、ちょっとずつこう洗濯の回数とか、あとこういうちょっとシワとかができてきて、色も抜けてきてるっていう感じになってるんですけど、元の色はじゃあどんなやったんかって言われたら、元の色がほんまにこういう色。もう結構色は変わったんじゃないかなと思います。なんでもだいたいそうですね。ここまでいかんくてもこの間ぐらいの色味からこの辺まで変化してるので、ちょっとずつ味が出てきたんで、まあ、まだこれからも何年も着て、もっと色を薄くしていきたいなと思います。あ、ちなみにこちらがですね、ブランドが
あのビラボンっていうサーフ系のブランドやったんですけど、確かこれはあのもうほんま4年5年ぐらい前やったんで、もしかしたらもう今はないかもしれないんですけど、6000円ぐらいで買ったと思います。はい、では着用動画はこちらです。はい、では次はですね、 US コットンの T シャツなんですけど、もう本当にこうポケットティーで、もう無地で全く何もないような状態で、まあ、US コットンが使われてて、まあ、ここにタグが入ってるんですけど、アメリカの国旗のタグが入ってて、これもほんま4年5年ぐらい前から着てるんで、色が結構薄くはなってきてるんですけど、結構ガンガン着れるっていう感じで、で僕はあの US コットンは本来大きめで着るんですけど、 あくまで我流で着るので、まあ、小さめで、これは S サイズで確か購入して着てるという感じになります。で今はもう公園の T シャツもこういう無地のがなくて、ちょっとロゴが入ってたりすると思うので、今はもしかしたらもうないかもしれないんですけど、そんな感じで買いました。はい、で次はですねこちらの T シャツなんですけど、こちらはですねジョンブルーの T シャツで、まあ、先月ぐらいに買ったばっかりで、インナーカラー T シャツっていう T シャツで、まあ、詳しくは以前動画で説明してるんですけど、まあ、これはほんまに、まあ、綿100で普通にパッと着て、でまあちょっとまあ色味もそうですし、まあ、無地です、無地なので小切れなとことかは合いやすいかなと思うので、まあ、同じ T シャツでもこういうちょっと街用っぽい T シャツと海っぽい T シャツとアクティブ用っぽい T シャツって、まあその用途があると思うので、まあ、僕はこれちょっと綺麗めな感じなんで、ちょっと街中行く時とかはこういうので行こうかなと思ってます。こちらはですねアダムエロペの T シャツで、ほんまに無地での T シャツって感じなんですけど、まあ、これは、まあ、色味がこう独特でかっこいいなと思って、こういうデニムとの相性もいいので、まあ、こうやってインナーにこういうの入れてもいいですし、まあ、普通にデニムと合わせてもいいですしっていう感じの T シャツになってます。特にこれにはこだわりもなく、色がかっこいいから買ったっていう理由だけです。これもアウトレットで購入しました。で最後はですね、チャリティーになります。こちらでこちらのチャリティーも、まあ、最近よく結構ヘビーで着てるんですけど、やっぱりちょっと首元がちょっとへたってきてる感じで、どうしてもこの首元やったらへたるやろなっていう感じの、 首元なんで、まあ、仕方ないんですけど、まあ、最悪もビヨビヨ伸びてきたらもうパジャマに降格するとは思うんですが、子供用のはまだ新品で置いてるので、未来の子供に向けてしっかり保管したいなと思います。はい、という感じでですね、まあ以上が僕の半袖系シャツとかポロシャツとか T シャツになってるんですけど、まあ、最後のジョンブルの T シャツとかもそうやったんですけど、やっぱりこう首元がよれてくるのって、まあ、仕方がないとは思うんですけど、やっぱり頑丈な T シャツとかっていうのはこう何年も着れたりとかするので、まあ、そういう T シャツとかってやっぱいいなって改めて思うっていうのもそうですし、まあ、僕個人的にも、まあ、今後機会があれば自分のそういう T シャツとか作ってみたいなというふうに思いましたし、はい、また機会があれば作ろうかなというふうに改めて思いました。まあ、一応今回一通り全部紹介したっていう感じになってるんですけども、まあ、他にも例えばこういう今の着てるようなシャツとか長袖とか、あと長ズボンとか、あとショートパンツとかっていうのは動画説明欄の方に以前動画で紹介してるので、その URL 貼ってますので、まあ、気になる方はそちらを見ていただければなというふうに思います。ではですね、本日は、自分の持ってる半袖を紹介してみたという動画になります。以上ありがとうございました。